ルー要素とは、人をはじめとする霊長類のゲノムに見られる、イデミン子の一つである、ルー配列とも、アーサロバクタールティアスの制限、エンドヌクレアーゼ活性により最初に特徴を付けられた。ルー要素は、最も頻繁に見られるトランスポーゾンであり、人ゲノム全体では100万人以上のコピーが散在する。その機能として、自己複製のみが知られているため、ルーは、利己的、または、 奇声的な DNA であると考えられてきた。しかし、進化において役割を果たしている可能性が高く遺伝的マーカーとしても使用されている。ルー要素はシグナル認識粒子の成分である小さな細胞質 7SLRNA に由来する。ルー要素は霊長類ゲノム間で高度に保存されており、腸霊腸類の祖先のゲノムに起源を発する。ルー要素の挿入は いくつかの遺伝性の人間の病気や様々な形態の癌と関連がある。ルー要素についての研究は、人の集団遺伝学上及び人類を含む霊長類の進化の解明上も重要である。人女性のリンパ球の核型。染色体はルー要素プローブとハイブリダイズされ、2プロをマイナス3で対比染色されている。ルー要素はゲノム上に豊富なため、 染色体及び染色体バンドのマーカーとして使用された。ルーファミリーは人を含む霊長類のゲノム上に見られる反復配列要素である。現代のルー要素は長さ300円期体ほどで反復配列要素の中でもタンクサリ3剤角要素に分類される。典型的には5パート A、語とさ6パート B、ポリアテールから3の構造をとる。ここでパート A とパート B は 類似したヌクレオチド配列である。現代の流要素は類似するものの異なるホッシルアンティークモノマーのヘッドツー定ー融合により発生したと考えられており、そのためにた別々のモノマーが A リッチなリンカーにより結合された二両体構造を取る。どちらのモノマーもシグナル認識粒子 RNA、別名 7SLRNA から進化したと考えられている。ポリエビブの長さは ルーファミリーによって異なる。ヒトゲノム全体には100万を超えるルー要素が散在しており、ヒトゲノムの約10.7%がルー配列からなると推定されている。しかし、遺伝的多形を持つものは0.5%以下である。1988年、イェジ・ユルカとテンプル・スミスにより、ルー要素がルーヨとアラスと呼ばれる2つの主要なサブファミリーに分けられる。 ことが発見され、いくつかのグループによって、独立に別の複数のサブファミリーも発見された。その後、活動中のルー要素を含むアラスのサブサブファミリーは、ルーと名付けられた。ルーヨ系統は6500万年前まで遡り、人ゲノムの中で最も古くかつ最も活動性が低い。比較的新しいアラス系統はおよそ3000万年前のもので。 まだいくつか活動中の要素を含む。ルー要素はこれら3つの中で最も新しく、人間の夢中を移動する傾向が最も高い。ルーサブファミリーの発見されたことで、マスター、総水電子仮説につながり、転移可能要素と散在反復配列との間の明確なつながりが提供された。ラットとマウスに見られる B1 要素は、 7SLRNA から進化したという点で、ルー要素と類似するが、リフトアームモノマー一つのみを持つ。人に見られるルー要素の95%は、チンパンジーにも見られ、マウスに見られる B 要素の50%はラットにも見られる。これらの要素は主に遺伝子のイントロン中及び、上流の調節要素中に見られる。ルーと B1 の祖先形式は、ホッシルアンティークモノマーと呼ばれる。 リフトアームとライトアームそれぞれの自由不動形態が存在し、それぞれフリーレフトルーモノマーおよびフリーライトルー、モノマーと呼ばれる。霊長類が持つフラムの一つ、PC200 ローンクナは注目に値する。無理な絵に見られるライン1よびルーをはじめとするサインの遺伝的構造。ルー要素には、二つの主要、プロモーター、ボックス、すなわち共通配列トグドカグックを持つ後、 A ボックスおよび共通配列不得がギャックを持つ 3B ボックスがある。RNA ポリメラーゼ3により転写されるトレナには類似するもののより強力なプロモーター構造がある。これらの両方がレフトアームに存在する。ルー要素の内部プロモーター領域には4カ所もしくはそれ以下のレチノイン酸応答要素6両体部位があり、最後の一つは B ボックスと重なる。 以下に例示する 7SLRNA では、機能する6両体に、実線で下線が、機能しない3番目の6両体に、点線で下線を引いてある。g c c g g g c g g g t g c GCGTGCCTGTAGTCC g。c a g c t a c t c g g g a g g CTGAGGCTGAGGAT。

アイエンドのクレアーゼの認識配列は5、AG、カラット3、すなわち条例中の小文字で示された配列のグアニン残器とシトシン残器の間で DNA を切断する。ルー要素は遺伝子の組織固有的調節を担っている。また、近傍遺伝子の転写にも関与しており、遺伝子の発現方法を変える場合がある。流要素はレトロトランスポゾンであり、 RNA ポリメラーゼ3によってコードされる RNA から作られた DNA コピーのように見える。ルー要素はタンパク質をコードせず他の DNA 配列と同じように複製されるが新しい要素の生成はライン、レトロトランスポゾンに依存する。ルー要素の複製及び移動の最初の段階は新たに翻訳されたタンパク質が最終目的地に到達するのを助ける。 シグナル認識粒子との相互作用である。ルー RNA は SRP9 及び SRP14 からなるタンパク質ヘテロダイマーと共に RNA タンパク質複合体を形成する。SRP914 の媒介によりルーは新生 L1 タンパク質を捕捉するリボソームに付着する。そしてルー要素により L1 タンパク質の逆転写酵素が乗っ取られ、 L1 メッセンジャー RNA の代わりに、ルー RNA 配列がゲノム上にコピーされる。霊長類において、ルー要素は解読が比較的容易い,ない遺伝的化石記録を形成する。この理由は、ルー要素の挿入事象により、読みやすくかつ世代を超えて、ゲノムに忠実に記録される特徴的な兆候が残されるためである。ルー Y 要素は進化した年代が最も浅いため、 これを研究することにより詳細な祖先関係を明らかすることができる。これは、ルー要素の挿入が100万年に100から200回の低頻度でしか発生せず、削除機構が発見されていないことによる。従って、ある要素を持つ複数の個体は共通の祖先の子孫である可能性が高く、要素がない場合は、その逆が言える。そのため、 遺伝学で人間の進化を研究する上で、最近挿入された、ルー要素の有無は、人類の進化を研究する際に考慮すべき良い、特性であるかもしれない。ほとんどのヒトルー要素は、他の霊長類のゲノムでも対応する位置に見られるが、約7000個のルーは、人間に固有である。流要素は遺伝子発現に影響を与えることが、提唱されており、ステロイドホルモン受容体の機能的、 プロモーター領域を含むことが知られている。ルー要素にはメチル化の部位として機能する CPG ジヌクレオチドが豊富に含まれており、これらの領域が人ゲノムのメチル化サイトの最大30%を構成する。ルー要素は人における突然変異の原因となることも多いが、そのような突然変異はプレメスセンジャー r n a の非行動領域に限られていることが多く、 保有者に目に見える影響を与えることは、ほぼない。イントロンに起こる変異は、個体のゲノムのコーディング領域に変異が含まれていない、場合、個体の表現型にほとんどあるいは全く影響を、与えない。人体に有害である、可能性があるのは、スプライシング処理後に、コーディング領域、またはメッセンジャー RNA に挿入されるルー、挿入である。ただし、生成された変異は、 人類集団の移動及び祖先の研究に使用でき、ルー及びレトルトランスポーゾン一般の変異、原生作用は近年における人毛の無進化に大きな役割を果たしている。ルー挿入、または削除が及ぼす人への影響が数多く知られている。ルー挿入は時として破壊的であり、遺伝性疾患を引き起こす可能性がある。ただし、ほとんどのルー変異は、 疾患と分離するマーカーとして機能するため、特定のルー、アレルの保有者が確実に疾患に罹患するとは、限らない。ルーが媒介する組み換えにより、頻度の高い癌の遺伝的素因が生じていることは、遺伝性ヒッポリポーシス大腸癌に関して1995年に初めて報告されている。ヒトゲノムにおいて、近年でも活動が見られるのは22個のルー及び6個のアラスであり、 これらにより様々ながんにつながる遺伝的影響が生じうる。このように大きな遺伝性損傷が生じうるため、ルーの転移活動に影響を与える原因の理解が重要視されている。以下にルー挿入との関連が知られている人疾患を挙げる。また、以下に挙げる疾患は転写レベルに影響を与えるルー要素の一延期変異に関連することが知られている。 アンジオ転身変換コースをコードする ACE 遺伝子には、ルーが挿入されているものとルーが削除されているものの2つの一般的な変異型がある。ルー要素が存在することにより、持久力志向の競技でのパフォーマンスの向上する傾向が指摘されている。人を含む旧世界ザルにおける三色型式核の再獲得をもたらしたオプシン遺伝子の重複に隣接して、 ルー要素が存在し、三色型式核の進化において、ルーが役割を果たしたことを示唆している。ありがとうございます。